学研究科の稲垣先生のところにお邪魔させていただいております。インタビューは私、駒ヶ峰光と白井亜美が行います。はい、よろしくお願いします。それではじゃあ稲垣先生にまず最初に少し自己紹介をしていただきたいと思います。はい、皆さん今日はこんにちは、私は京都大学の医学研究科の糖尿病内分泌栄養内科学という教室の教授をしています。まあ、皆さんあまり医学部とか病院の地区に来られることはあまりないんじゃないかと思いますけれども、いや私は初めてこの建物を訪れてですけれど病院の方には行かれましたか？まだ行ってない。まだ行ったことがないですね、うん、なかなか広くて病棟も4つぐらいありますから。そうですよね、うん、外から眺めてる分にはありだなと思っているんですけれども借金も立派ですけど、はい、機会があればちょっと覗いてみたいなと。そうですね、ぜひ紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、それでは早速インタビューに移らせていただきたいと思います。普段のお仕事の感じですとか、どういったことをされてるんでしょうか？はい、そうですね、医学部は大きく分けると基礎医学と臨床医学に分かれます。基礎医学って言えば解剖学であったり生理学であったり生化学であったり薬理学であったりという、まあ、いわゆるもう医学の基礎の部分ですよね。臨床医学の教室がこちらになります。それは例えば内科学であったり外科学であったり、基本的には患者さんを見ている診療科ということになります。我々の今所属しているのは、私自身の糖尿病内分泌栄養内科学というぐらいだから、これは内科学部教室の中に、また内科の中で血液内科とか呼吸器内科とか循環器内科とかいくつもに分かれていて、まあ、そのうちの一つということになるわけですね。でそもそも医学部の先生って普段何してるのかということですけど、基礎医学の先生方は基本的には教育と研究です。教育っていうのは学部教育だけではなくて、まあ、京都大学は皆さんもご存知のように大学院大学ですから、大学院教育っていうのは極めて重要で、つまり大学院生の研究ですよね。研究のやっぱり主体は大学院生が中心にしてられるので、はい、京大の場合はだいたい毎年大学院は200人ぐらいが入学されます。大学院学部よりも大学院の方が入学者が多いんですよね。ああ、そうなんですね。だから4学年で800人ですよね。はいはい、でそれプラスいろいろでだいたい1000人ぐらいはいるんじゃないかなと思いますけど、4学年っていうのは、あ、そうですよね、他の学部は3年ですよね、修士2年博士3年、はい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 、で医学はだいたい医学部は6年生なので、はい、修士はありません。あ、なので博士課程がその代わり4年という。そうなんですね。もうまず修士がないというところが、あ、そうです、ね、でも実際にはね、もう少し詳しい話をすると、はい、医科学修士っていうのが医学部の中にあります。なぜかというと、例えば薬学出身の人とか、うん、他の学部の出身の人が医学の大学院に行こうと思うと6年学んでないわけですよね。だから、医学の大学院に行こうと思うとまず修士相当であることが大事なんです。だから4年生で終わっていきなり医学部の大学院に行くことはできないんです。医学部の人はみんな6年だからもう修士は終わってるというふうにむしろ見なされてるわけです。だから他学部の人が医学部の大学院に入ろうと思うと2年間があと必要になるわけです。そのための医科学修士っていうのが別にあるんです。基礎医学の方はさっきお話したように教育と研究ということになりますけども、僕ら臨床の方になりますから我々は教育と研究ともう一つ診療、この3つが重要になります。なので今例えばうちとこの教室でいうと学部教育、学部の教育っていうのは、まあ、いわゆる講義、教室で講義するのと、それから臨床実習、うん、医学部の学生がちゃんと医師国家試験に通るまでの間に今だと約2年間臨床実習しないと、各病棟で患者さんを実際に見て、うん、あ、もうある程度患者が見れる状況になって卒業するということになるので、ベッドサイドでの実習が入りますね。それが教育。それから研究は大学院生ですよね、はい、うちとこだって今大学院生がだいたい40人ぐらいいます。で皆さん日々研究一生懸命大学院生で研究してます。実際には
大学院生で40人ぐらいだけど、まあ、大学院4年終えてまだ研究してる人とかいるので、はいはい、もうちょっといますね、5、60人ぐらいいます、で、あと病棟で今働いてる人とか教員とか全部入れると多分80人、秘書さんとかいる100人近い教室になります、ね、あ、そうなんですね。そうですね。もう一つは診療ですよね。で、診療は大きく分けて外来と病棟ですよね。だからここ皆さんが南の方に行ってもらうと外来棟っていうちょうど病院の正面玄関の入り口があって、あそこは外来棟です。毎日外来の患者さん、うちとこだと糖尿病の患者さん、内分泌、内分泌って難しいかもしれませんね、皆さんに、ね、ホルモンと関係しているような病気なので、それこそ脳下垂体であったり副腎であったり甲状腺であったり、そういう疾患ですよね。で、外来患者さんを毎日見ています。で、京大病院全体としては多分1日に外来患者さんが今2500、600人ぐらい来てますかね。それからあともう一つ外来の診療をしているのに加えて病棟で入院している患者さん、今うちとこの京大病院はだいたい1100ベッドぐらいあります、はい、今コロナ禍なので患者さん減らしてますけれども、そうでなければ普段は1000人ぐらい入院してます。すると外来に3000人近く来て、京大病院の職員がだいたい今3000人以上いますし、それに入院が1000人いて、あとお見舞いの人とか全部入れると毎日1万人ぐらいの人がここで常に動いてるという大きな町です。そうですね、という感じですよね。ということで我々は、まあ、そういった教育と研究と、まあ、もう一つやはり基礎医学の方は教育と研究だけなので、基本は他の学部の先生方とあまり変わらないかもしれないけど、うん、こっちの近衛から南の方はそれに加えて診療と行っているところが、まあ、他の学部とはかなり大きく違うと。普通の病院で働いてらっしゃるお医者さんと、京大でこう教授とか先生をされながら病院の先生もしているっていうのは、違いって言ったら、まあ、もちろんその学生の教育とかその辺が入ってくるっていう部分だと思うんですけど、すごい大変なんじゃないかなって、多分すごいお忙しいだろうなって思うんですけど。もうおっしゃる通りです。そうですよね。我々は教育、学部教育と大学院教育、まあ、大学院教育はもう研究と密接に関係してますけど、やっぱ研究して、やっぱり我々はその医学っていうのは日進月歩ですけど、それを支えているのはやっぱ新しい医療を開発していくということなので、やっぱそういう使命を持ってやっているので、診療をやりながら教育も研究もということなので、大変忙しい、うん、自分たちが今までお世話になった医療っていうのが形作られていて、今も支えられていて、こう回ってるんだなっていうのが、あの京大病院のあの区画に毎日1万人がこう動いてっていうのが、なんかとっても私はすごく実感がそこで湧いて、今度からそういう目でご覧いただいたらいいと思いますね。全然今までそうやって見てこなかったのがちょっともったいないなっていうぐらいの印象ですね。ぜひまた病院の中とかも入ってみられたら、またさらに印象が変わると思いますね。そうですね、うん、それでは、中木先生の具体的な研究のお話を次に伺いたいなと思っているんですけれど、はい、先生が取り組まれている研究テーマっていうのはどういったところなんでしょうか。まあ、名前のごとく我々の診療科は糖尿病内分泌栄養内科ですね、教室の名前としては糖尿病内分泌栄養内科学教室になりますけれども、字の通りでメインはやっぱり糖尿病と内分泌と栄養に関する研究をしてます。糖尿病はですね、皆さんご存知か、大体日本の国で1000万人ぐらい糖尿病患者さんがおられます、はい、予備軍の人が大体1000万人で、はい、まあ、合わせて2000万人ぐらいが何らかの形で糖代謝の異常というか、まあ、血糖値の異常をきたすような疾患が出るんですね。糖尿病っていうのはいろんな合併症があって、例えば人工透析、毎年新たに透析導入になる人の最も多い原因がやっぱり糖尿病なんですね。あるいはそれはまあ腎臓の合併症ですよね。あとそれ以外にも
その目の合併症、失明になったり、あるいは神経の合併症で足が腐ってきて切断するとか、そういう合併症もありますし、いわゆる心筋梗塞とか脳卒中、あるいは太い血管が詰まって起こる病気ですけれども、まあ、これも糖尿病のある人はない人に比べて、まあ、大体リスクが3倍ぐらい高くなるということで、まあ、いろんな問題があるわけですね。我々はまず大きく分けて、やっぱり糖尿病の成因、なぜそもそも糖尿病が起こるのか、で糖尿病になると合併症が起きたり、じゃあどうしてその合併症が起こるのかとか、でそういう研究して、最終的にはやっぱりじゃあどうやって糖尿病を治療していくのかっていう、まあ、やっぱ新しい診断法とか治療法とか、まあ、そういうものを目指していく、まあ、そういうものを新たに見つけていく、そういう研究を行っています。で具体的にはじゃあどんな研究かというと、例えば糖尿病で一番重要なのはインスリンっていうホルモンですね。皆さんも聞いたことありますよね。糖尿病の患者さんはインスリンが足りなくて注射している人もたくさんいます。じゃあ膵臓からインスリンがどういうメカニズムで分泌されるのかとか、じゃあ糖尿病になったらなぜインスリン分泌が悪くなるのかとか、まあ、分泌が悪くなるから糖尿病になるわけですよ。そういう研究であったり、あるいはインスリン分泌を刺激するホルモンとかいろいろあります。今注目されているのは腸管、我々が食べると腸管からホルモンが出て、それが膵臓に働いてインスリン分泌を刺激する、はい、そういうインスリン分泌を調節しているさまざまな因子があるわけですけども、まあ、そういう研究を行ったり、じゃあ膵臓のインスリンを分泌している細胞、これベータ細胞って言うんですけども、そういうものをもっとイメージング可視化できないかですね、今我々もう人でそういうことも可能になるように研究進んでいて、実際にもう人にボランティアの人に投与してちゃんと膵臓のベータ細胞を見ることができるとかいうところまで進んでるんですけども、そういう、まあ、イメージングとか可視化の技術ですよね。あるいはもう一つは糖尿病って1型と2型があって、1型の糖尿病っていうのは本当に膵臓のそのインスリン分泌するベータ細胞がなくなってしまう疾患なんですけども、そういう患者さんは今インスリンを注射しないと生きていけないんですけども、どうしてもそれでもインスリン注射しても血糖コントロールがすごく難しい人がいて、まあ、そういう患者さんのために膵臓とか、あるいは膵臓のベータ細胞だけを移植するとか、今京大病院は日本の中で最も多く膵頭移植って言って、その膵臓の中のインスリン分泌する細胞だけを移植する、日本で最もたくさんやってて、ようやく去年の4月から保険適用になったんですけども、まあ、そういうことも我々外科と一緒になってそういう研究もしてるし、さらには移植って言ったってやっぱりドナーが日本は少ないので iPS 細胞を使って膵臓のベータ細胞を作って、でそういう研究もしてます。それももう今かなり進んできてて、おそらく近いうちに5年10年以内の間には iPS 細胞から作った膵臓のベータ細胞を人に移植すると、そういうことがもう可能になるということになってます。内分泌関連でいうと、副腎皮質ホルモンを、まあ、補充するために、これも iPS 細胞を使って副腎皮質細胞を作る、副腎皮質ホルモンを作るような細胞、そういうものをなんか分化誘導させるとか、そういう研究してたり、あるいは骨を伸ばすそういうホルモンに関する研究とか、それは身長とかに関係してる。その通りです。今でもやっぱり特殊な疾患になりますけれども、身長の伸びないような方もおられますけども、でそれは今成長ホルモンとか打って効く人もいますけど、効かない患者さんもいっぱいいます。そういう患者さんに使えるような骨の伸びるような治療薬の開発とか、まあ、動物レベルではそういうことも今可能になっているので、まあ、そんな研究もしてますね。あと栄養ですよね、はいはい、栄養もすごく大事で、実は病院の中には管理栄養士さんっていうのがいて、はい、病院の食事をデザインしたり作ったり、でそれは患者さんって普通の健康な人ばかりじゃない
道の手術したら術後食べられないのでおかゆから食べるとか、でもそれは栄養をきっちり補充しないといけないし、そういういろんな食のスタイルとか栄養とかそういうのを考えながら個々の患者さんに応じた治療食を作る必要があるんですけど、それは管理栄養士さんがやってます。病院の中ではそれは疾患栄養治療部っていうところがやってるんですけども、管理栄養士さん20人ぐらい来られます。実はそことうちとことは連携してやってて、うちとかはもともと栄養内科、糖尿病内分泌栄養内科なので一心同体でやってます。僕ら教官も疾患栄養治療部の教官を兼任してて、病院の中では管理栄養士さんと一緒に患者さんの栄養介入から、このこういう患者さんにこういう栄養を与えることによってとか体の回復を早めるとかね、そういうことも全部一緒にやってますね。だからまあ糖尿病と内分泌と栄養と3つのことにわたってすごい幅広い、幅広くやっています。コロナウイルスによってこうもたらされてしまったこの社会の流れというか世間の流れっていうものはなんか感じたりとかすることはあります？研究業界において。そうですね、感染症っていうのは我々が普段がんとか生活習慣病とかあるいは認知症であったり、まあ、いろんな研究診療してますけれども、感染症って普段ついつい僕らも忘れがちな分野ですよね。でもちろん常に感染症のことを忘れてるわけでは決してないんだけども、やっぱこういう世界中に広がるこういうことって僕らも想定してなかったし、100年前のことも知らないし、まあ、そういう意味ではインパクト大きいですよね。まあ我々こういうパンデミックに対して病院レベルで対応できる話じゃないので、もっと何だろう、国レベルの、もうあの防衛と一緒ですよね、災害対策と一緒で、やっぱり常にこういうことが起きるリスクがあって、それに対して常時普段からちゃんと備えておくということの重要性を今回も改めて感じました。アメリカはやっぱ CDC っていうようなセンターがあるけれども、日本はやっぱりそういうのがなくて、日本でもちゃんとそういうのを作るべきだっていう今議論が出てきてます。やっぱり国がちゃんと主導しながらやらないと、普段我々がバラバラに研究しているレベルだけではそういう即時有事の時に対応しきれないので、そこがやっぱりちょっと違うと思います。いやもう僕らも全く同じストレスフルな生活を送ってます。僕ら医療者だから余計に厳しくって、そうですね、うん、昨日一昨日ぐらいまでは我々家族とですら外食できない、もうそれが約1年続いてますけども、ようやく昨日から家族とあるいは病院の職員、病院の職員はみんな同じ規律を守っているので、4人以内で個室であったら会食 OK と、まあ、ようやくちょっと緩んでそれです。やっぱ僕ら患者さん見ているので、例えば今でもコロナ禍で基礎疾患、まず糖尿病って上がるじゃないですか。実際糖尿病の患者さん、特に血糖コントロール悪い人は重症化する可能性、リスクが非常に高いので、はい、僕ら特にやっぱ注意払う必要があって、僕らがもう感染させたら元も子もないので、はい、まあ、僕ら自身もなかなかストレスの多い生活を送ってますけど、はい、一方であれですよね、でも出張もなくなってさ、はい、いい部分もあってあ、そうなんですね、いい部分もありますね。今までだったら毎週 2,3 回出張、週平均したら2回ぐらい東京行ってたから、それがなくなってすごく快適です。もうなんかもう東京出張行きたくなくなりました本当にもうあんな時間の無駄はないですよね、うん、まあ、全部ウェブでできるので、うん、ただやっぱり人との接触がないって、こう僕らのこう無意識のレベル、脳の無意識のレベルでやっぱりいろんなストレスを与えてるんだというふうに思います、うん、なんとなく皆さんイライラしやすくなってるんじゃないでしょうかね、うん、ね、あの僕新入生の人にお話ししたいのは、まあ、今やっぱりコロナ禍なのでもう仕方はないと思います。もうこれいくら対面でって言ったってもうこうルール上なかなかできないんだから、ある程度やむを得ない
とは思うんだけれども、まあ、そういう中でもウェブとか使ってても、まあ、いい部分もありますよね。で、僕ウェブでのいい部分は結構相手の顔を見ながら向かい合ってるところが結構いい部分もある。こうなんだろう、五感を使ってないんだけど、まあせいぜい視覚と聴覚だけだから二感ぐらいなんでまだまだ足りないけれども、それでも相手としっかり向き合ってやる部分は結構いい部分ですよね。今までだと案外その向き合うっていう感じがなくて、何人か10人いてももうちょっと離れたところにいる人は誰かわからない。だけど今は一人一人向き合ってるので、割とそういう意味ではいい部分がありますよね。で、先生は SDGs については僕も SDGs ってなんか何番に当てはまるのかなって調べてみたらやっぱり3番でしょうね。これ見たら、そうですね、全ての人に健康と福祉をっていう、まあもうこれに該当すると思います。僕らも実際にそういうことに関わっている。で、それはただ単に糖尿病の患者さんを見ているというだけではなくてですね、常に啓発活動をしてます。それは僕自身の立場になるんだけども、日本糖尿病学会、これは学会なので糖尿病に関する研究とかしてる学会ですけど、それとはもう一つ別に日本糖尿病協会っていうのがあって、それは患者さんと一緒に、だから協会の会員は医師とか医療従事者だけによって患者さんもたくさん入ってて、まあ今10万人ぐらいの団体なんですけれども、今僕もそこの理事してて、糖尿病のその啓発活動っていうのをかなり積極的にしてます。どんな啓発活動をしているかっていうと、例えばこれ世界糖尿病で、はい、これは11月14日っていうのはバンチンってインスリンを発見した人のノーベル賞もらった人ですけれども、その人の誕生日なんですけども、この日をもう国連がね、15、6年前ですかね、国連が糖尿病というのを世界の人たちがみんな力を合わせて撲滅すべき疾患であるということを宣言したんですよ。それにちなんで世界中でこの11月14日を世界糖尿病デーと言って、糖尿病を啓発する日にしています。僕は日本糖尿病協会の理事もしてるんだけども、それとは別に京都府の糖尿病対策推進事業委員会というのがあって、これを主催してるんだけど、ちょうどこので、そこの今ずっと僕もう議長を15年ぐらいやってるんですけども、だ京都府における糖尿病対策の啓発事業は僕が中心にやってるんです。で、こういう活動もその中の一環としてしてるんですけども、なんでそういうことが必要かっていうと、やっぱりさっきも話したように糖尿病の合併症で苦しんでる人たくさんいるんですね。透析だけでも年間1万4000人ぐらい毎年糖尿病で人工透析してます。さっきお話したように毎年そうやってどんどん透析導入してるから30数万人の人が今日本で人工透析してるんですけど、これ医療費だけでもすごくって1人500万ぐらいかかるから1兆5000億ぐらいですか。これ全部税金で賄ってるんですよ今。そうなんです、ね、日本の国家予算が100兆円だから1兆5000億っていかに大きいかが分かる。そうですね、1% 以上ですよね。まあそれは医療費の問題なんだけども、やっぱりそうやって苦しんでる人がたくさんいて、やっぱり糖尿病の問題はみんな自覚症状があんまりないんですよ糖尿病って血糖値高いけど、みんな普段多くの人はですね何も症状ないから、いやほっとくとどん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 合併症が進んできて、もう気がついたらもう逆戻しできない。なので糖尿病ってやっぱり糖尿病の怖さっていうか、ちゃんとその普段から生活習慣を整えてちゃんと検査を受けて、で糖尿病と言われたらしっかり治療を受けてとかいう啓発がすごく大事なんですね。でブルーにライトアップして、このブルーサークル、あの例えばピンクリボンとか聞いたことありますか、乳がんの、まあ、ピンクリボンは結構みんな知られてるんですけど、ブルーサークルはあんまり知られてないんですけど、こうブルーにライトアップするっていうのが糖尿病週間の我々の行事で、こういう啓発活動をかなり熱心に毎年やってます。それとは
に僕らベトナムと俺結構連携してて、ベトナムってまだ栄養士さんがいないんですよね。いなかったんです、つい最近。あ、そうなんですか、うん、日本に限らずアジア、中国なんかでも1億人以上糖尿病の人がいるし、はいはい、今急に発展途上してる国々っていうのは糖尿病が急激に増えてるんですね。でベトナムもその一つで、それなぜかっていうと食事がベトナムなんて学校で給食ないし、病院でも食事出ないんですよ、給食ないんですよ。あ、そうなんですね。管理栄養士さんもいない。なので例えば手術してもその後食べ物って言ったら病院の近くに家族の人が買いに行くみたいな、そういう世界だったんですね。でそれではいけないということで、僕らもベトナムの支援して実際に栄養士さんを育てる。でようやくハノイ大学の中に栄養学部というのができて、つい最近栄養士さん初めて1期生が卒業したんだけども、そうやって栄養士がようやくできる国になってきたんですけども、そういう栄養士さんを支援して京大にも何回も来て学びに来たり、僕らもベトナム行っていろいろ指導したりとか、そういうこともやってますね。全然まだまだ全ての人にはなりませんけれども、そういう活動もやっています。最後になるかなと思うんですけれど、4月に新入生が入学していますが、まあ、まだまだコロナ禍も長引きそうですし、新入生に何か一言二言何喋ろうかなと思いながらちょっと考えてたんですけども僕はずっと自分の皆さんにモットーとしてるのは、やっぱり出会いを大切にっていうことはですね、でこれは今のコロナ禍にはあんまりふさわしくない言葉かもしれないけども、やっぱり人との出会いを大切にするところから皆さんのこれからの将来開けていくと思いますね。この自分自身を振り返ってもそうだし、何か自分がターニングポイントいろいろ振り返ってみると、全てそこはなんかいろんな人との出会いがあって、でそういう出会いを大切にしてほしいと。でもちろん対面がベストだけども、ウェブでもできないことはないし、まあこの今皆さん我慢してるから、またちゃんと対面できるようになったら反動で一気に皆さんリバウンドで頑張って活動されると思うけど、まあぜひともなんか出会いを大切にしてほしいなと思います。それともう一つ、やっぱり僕教室の人たちに常に言ってるのはチャレンジ精神ですよね。で本庄先生がよく 6C6C っていう言葉を使ってて、好奇心を大切に勇気を持って困難な問題に挑戦し必ずできるという確信を持ち全勢力を集中させ諦めずに継続すること、キュリオシティ、カレッジ、チャレンジ、コンフィデンス、コンセントレート、コンティニュエーション、6つの C という言葉を使ってますけども、まあ、特に新入生、若い新人の人たちにはやっぱりこの好奇心と挑戦、こういうところを大切にしてほしいなと思いますね。なんかどんどん好奇心になって新しいことにチャレンジする。で皆さんうちとこでも大学院生に研究で多くの人がしに来ますけど、ともかく新しいことにチャレンジせっていうことは常に言ってて、分からないことを明らかにするということはね、僕らにとっては本当に大きな喜びなのでね、そういうことが明らかにできた時の興奮ってやっぱり忘れられない。そういうぜひともだから人との出会いを大切にするという、まあ、面と、もう一つはやっぱり好奇心を持ってどんどん新しいことをチャレンジすると、まあ、それを若い人にはぜひやってもらいたいなと思います。京都大学の学生に私たちも新入生じゃないですけど、そうですよね、頑張ります。チャレンジし続けたいですね。そうですよね。本日はお忙しい中本当に協力いただきましてありがとうございました、はい、ぜひ頑張ってください、はいね、ありがとうございました。また機会ありましたら病院の方にも伺いたいなと思います、ね、入院ではなくてね、はい、お世話になる方じゃない方で